それでは優勝いたしました。それでは、ただいまよりボートレース琵琶湖日本未来プロジェクト競争イン琵琶湖優勝選手の表彰式を実施いたします。それでは、優勝いたしました。森田俊介選手に対しまして、中野慎吾開催執行委員長よりトロフィーの贈呈です。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。 それではこの後準備が整えしたい森田俊介選手のインタビューに移らせていただきます改めまして森田俊介選手優勝おめでとうございますありがとうございます、えー、地元は久々の優勝2年半ぶりの優勝となりました、えー、現在の心境はどうですかはいバーバーとかもあるのがいなくてよかったです、はい <laughs> えー、優勝戦はスタートタイミングコンマ06トップスタートでしたが問題なく行けましたかえっと練習がだいぶ早くて フライングずっと来てたんで間違ってフライングだけはせんようにと思って気をつけていきましたはい、えー、そしてモーターの仕上がりも十分問題なかかったでしょうか、まあ、いい人には少しやられる感じでしたけど出足関係乗り味関係が良かったんであの思った通りのレースはできましたはいそしてこれで2場所連続優勝ということになりましたが、えー、現状振り返ってみてどうですかうん たまたまが重なったなと思ってます。はい、はいえー、次節もまた、えー、平和島での出走を控えております。3。場所連続優勝というのもかかっておりますが。現状はど,どうですか？まあ、あんまりそういうのは考えんと。まあ、いそいそはい、結果は後からついてくるんで、いそいそ頑張ってきます。はい、わ、はい、かりました。それでは、応援していただいたファンの皆様に最後にメッセージをお願いします。はい、えー、これからもまた頑張ります。 改めて森田俊介選手優勝おめでとうございました以上をもちまして優勝選手の表彰式を終了いたしますファンの皆様一節間ご声援誠にありがとうございましたはいできます。